それでは、えー、南部市の2位ということで、今日はまあ、あの話の最後の方で、数野軍の合戦通、あの、安藤地下生と南部春政が戦った、そういう戦いがあって、で、まあ、ちょうど、あの、戦国戦の、えー、今年の2月か8月分では、安藤地下生と南部春政が両方とも大トに入,入っておりましたんで、今回、ゲスト出演していただきました。南部市、いわゆる八戸南部市の、えー、あれですね、 前回南北朝時代南部諸行の弟の南部正長、ここから信政、信光と来て、長常三つと来て、ここで終わっちゃったんで、新井田政餅の孫の常安の家から南部長安が入ってきて、で、森京でまたたえたものが新井田清正、で、この正常あ辺りから八戸というふうに名乗るよというふうに言われてます。 信長、治吉こ、こういうふうにこちこちと続いた後結局断絶して、また新田家から八戸正義を後継ぎ迎えているということで、まあ、八戸市はこの正、ま、常以降、この信長辺りまでは非常に力あったんですけども、これ以降、短命の当初は続いて、まあ、この頃には力を衰えさせていってしまって、まあ、最終的には三戸南部市の。 家臣として、東南部市になるというふうにはあれです。で、こちらは三の南部市であって、三の南部市は八の南部市に比べると、家計がよくわからない。この南部森行きに至るまでの家計も出入りが激しい上に、ほんまにいたのかどうか怪しい人物がボロボロ,ボロ,ボロ出てくるというわけで、三の南部市は、の記録は非常に難しいと。で、この南部森行きの子孫以降、なんとなく分かってくると。まあ、この南部吉政は、 この安藤氏を滅ぼした人物で、知られてますでここから正盛、助政といって、三政、時政と経て、最終的にこの信時から正康、安信、春政、春通、これが、まあ、三戸南部氏のあれであって、で、ここから別れた久慈氏、ここから大浦為信が出ているんですが、大浦為信自身はこういう家系については全否定しています。要するに、おうちは何分の1門ではないと。 いうことを言ってますが、実はこの大浦為信も、最初の頃は南部右京之助という名前で出てったんで、こいつはまあ南部なんだろうと、まあ、この大浦為信については、えー、次回以降で、えー、取り上げることになりますが、本人は、うちのじいちゃんは近衛の出なんだと、近衛久通のお年子なんだというふうに大言想をしてます。まあ、ここまで,でたらめ言われると はあ、そうなんですか。ニコニコニコなんですけども、これ話がややこしくなるのは、それをの衛信宏がその通りと言っちゃったもんですから、この津軽家はの衛、よっぽど金欲しかったんですよねこの衛さんは。正康の時に、この高信とか長吉とか他にもいっぱいできて、まあ、この頃に三戸南武家が急速に力致からをこう、北家、南家、それから東家、そして石川家、 あの、こういった、他にも、えー、ケマナな家とか、いくつか、あの、文家がここから分かれていって、で、この頃、三の平南武士は急速に力を伸ばしていく、ということで、まあ、三の平南武士と八の平南武士の入れ違いというのは、この、室町時代の、末戦国時代のあたりに、どうも、はっきり起こってくるらしい、ということがわかります。それまで八の平南武士、根城南武士が、実は宗家筋だったというふうに、今考えられている。 今回もデイリー東北新社の戦国の北奥南部市。前回はほぼ滝尻優樹さん、八戸市立図書館の滝尻優樹さんがの話が中心だったんですけども、まあ、今回この滝尻優樹さんに加えて、八戸工業大学第二高等学校教諭の熊谷隆二さんの話も入っていきます。まあ、このえ戦国の北奥南部市の話を中心にやってもらいます。私と松本先生も多分そうでしょうけども、東北方面に関してはまるで 土地地がゼロなんで一応地図をあの作ってありますだいたいこういう感じでこのぬかの部分ですね、このぬかの部分、それが外の浜、この辺ですね、で、数野郡軍言われてもすぐに分からないんですよ、今日、あの先週、この地図作ったのに、今日、再びカズノ軍に出のに、どこやったかいなと思って、もうペン、えー、調べちゃってるという、カズノ軍、比内軍あたりもよく覚えていないと。えー、久慈軍がこの辺で、平井軍、この辺で、この辺、南部家は、 この辺りをこう支配しておったんでこの南部春政の頃には最盛期を迎えて最も広くなっていって三日月の丸くなるまで南部漁というふうに言われたそういう時期をまあ過ごしています今日の一つのメインは南部春政になりますで南部春政の前半生まで行く予定であります最初のこれでもそうです津軽安藤市安藤市対南部市というのはいわばまあ旧的なわけですね この二つのは、いわば、旧敵であると。旧敵である津軽安藤氏との戦い。この本では、安藤氏はこちらで書いてありますけども、これとこれの使い分けというのは意外と難しくて、室町時代の中期までは明らかにこっちなんですよね。こっちなわけです。室町時代の後半からこっちになってきて、 両方見られますけども、こうなってきて、で正しくはこの下国という、これもあの下の国、下国とかまあいろいろ読まれてますけども、現在この家系を引いてると言われている松前藩家老が下国市なんで、多分これも下国と読むべきだと思います。それに満載15日記にもこういうふうにルビアを振ってやるんで、これは。 あの俗軍書類住版だけでなくて京大版でも下国というふうに振ってあるんで実際に写真版で見てみたらやっぱり下国と振ったんでこれは下国が正しいでしょう。この戦国の北奥南部市では下の国というふうに振ってありますしあの私は下国と出たら北大の橋本優先生も「これは下の国じゃない」とか言って言ったんですけども「いやあの満載事故にはこういうふうに書いてある」というふうに言ったら。 俗軍書類中盤あんまり信用でならんから言うたんで、あの青森県市にはあの第5次にある、えー、満載樹実のやつの写真がちょうどあったんで、えー、見たらやっぱり下国家だったんで、まあ、これはもう下国でいいだろうというふうに私は思ってます。松前藩の家老のあれも下国家なんで、まあ、下国でいいだろうと。で、この下国にあ流れるこの安藤市、津軽安藤市っいうのは、南北朝時代には、 南朝から北朝に移っているというふうにわれてますけども、まあ、基本的にはここはやっぱり北朝型と考えていいと思います。一部南朝型に走っていった安藤イエ通人間も、一応記録には出てきますけども、まあ、メインはやっぱり北朝型であったというふうに考えられます。まあ、その以前は、もともとは鎌倉幕府の特装秘密人だったというふうに考えられています。で、その後は、まあ、どっちかいったら足利高氏型についていたというふうに考えられます。 まあ南北朝時代、実は南部家っついうのはあんまりよくわからないですが、1910年だったら、え南部光常と安藤氏の戦いっいうものが出てきます。で、まあ、この背景には、安藤氏の秋田進出、これ安藤氏の系譜では、下国森末、この森末さんの時に弟の、これ、あの、加納末というふうに書かれますが、 多分字がちょっと難しい、めんどくさいんで、多分実際にはこの,この字なんだろうなと、スエが書ってるものはあるんで、スエなんだろうなと思うっのはカのスエしかのエか、このレンという字か。このスエの子孫が、えー、港市として、えー、秋田に進出していると。秋田港に進出しているということで、で、こちらが下国市と。こちらは土佐港。 お合しいてるとこういう風な形になりますけど、まあ、この安藤氏の秋田進出、これでおそらく南部氏との間での対立が始まってるんだろうというふうになります。で、この戦いは結局、まあ、あの下国伊古ま、安倍政の家布には南部義政を無効にしたと書いてあり、親羅の記録には安藤無理政を舅都と交渉しているということで。 戦国の北欧の南部市では、あのこの下国、生駒、安倍政の家父に書いてありますけども、実はこの2つ、微妙あのまあどちらも一応、松前系の、あれですね、これ、安藤系の記録というふうに書いてあるんですけど、それは間違いで、えー、これは松前系の記録であて、この下国、芋駒、安倍政の家父は、これは、生駒、安倍政、これもた確か、下国系、あの松前藩家老の下国系の、えー、あれじゃなかったかな。 南部吉政を向こう、ま、安藤森末をシューッと書いてあるんで安藤森末の娘が南部吉政と結婚することになったのはこの1110年の戦いが結,結末じゃないかなというふうに言われています。その数年後には森末は死んでると私は考えています。森末に関しては1142年まで一応生きているというような話もありますが、えー、それはおかしい。つま1142年には森末は私は死んでると思ってますしそれに南部家の 経府にははっきり1139年に南部義政は死んでると書いてあるのに、その南部義政がなんでトサミナと交易できるんだということがあります。私、南部も失つこ言っていることですけども、1132年にトサミナを制圧しています。で、これ、満載十五日記には、えー、書いてあります、ね、これはあの原文、原文を、えー、言う奥の下国、南部と弓矢に取り巻け、江戸ヶ島に没落と書いてあるね。で奥の下国 これも古い本なんかで見ると、なかなか面白くて、エゾの部族とか書いてありますけども、エゾの部族にまでこう介入する足利義則の,の力とか書いてありますけども、いや、蝦夷の部族というか、部族というか、あのえー、一応エゾ関連と言われた家の津軽安藤氏だよねという。で、南部という名に取り巻けて、えー落ち、落ち行くと。で、足利義則が多く命令を出していると。これはあの細かく見ていきますと、おそらく最初は奉行人連勝報酬で出しておって、 それに対して南部が拒否したんですね。あの認せずとはありますから、南部は拒否した。重ねて、今度は御内緒で行くべきかと。これ、どうも見てると、御内緒で行くべきだという議論に関して、重ねて申しるべしというふうに言ってるのが山名時博と赤松光助で、重ねて申しるべしに対して、畠山光栄が、いやいや、それではだめであって、あご内緒だせ言ってることは、前は御内緒じゃないんですよね。 ということは、これは、奉行人連勝報酬だろうと。で、奉行人連勝報酬を出したが、南部が拒否した。そこでもう少し将軍の意の出る、将軍の意志が強く出る、ご内緒にしようか、言うて、言うてるのが、これですね。資料です。で、これは多分出されたと思います。結局、畑は三井が出せというふうにはっきり言って,言てますから、この段階の吉徳は、三井からこうしなさい言われたら、基本的にあまり逆らえないんですね。 だから多分出されていると思います。で、問題はこの南部氏が土佐港を返還したかなんですね。通説では、多数説では、この南部は土佐港を返還した。で、吉則が死んだ後幕府が弱体化した手突きをついて、南部をしますが再び土佐港を攻撃したと。このことについては、考古学上も証明されていると。考古学上では、焼けた後それを一旦埋めて、 でその上に建物を建物てた形跡があるとただこれもおかしくてこれ工学的に安藤氏は帰ってきた証明にならないですよね。焼け跡を整理して上に建物を建てた人間が安藤氏であるという証明はありませんからね。南部かもしれないそういうことを考えたらこれ工学的に証明できてるっつうのはできてないとしか言いようないです。ありがたいことにこの本は 一応総で南部氏はいど、勤めてを返還したと言われていると。で、近年、信羅の記録は年代の記者だけであり、勤めと返還なかったとする説もあると書いてあって、おお、なんかええこと言ってるやん、ちゃんと分かってくれてるんだと思って、参考文献見たら、私のやつがちゃんと載っておりますので、私のランスの天皇が載ってますんで、あ参考していただいたということで、大変ありがたく思っております。 つうか南部首の本を書こうと思って、ごはの存天皇の本を読むとはなかなか引っかかりにくいと思うんですけども、よくぞ読んでいただいたと、えー、読んでくださったということでか、深く感謝申し上げたいと思います。私はこれは、とさみナと返還はなかったと、えー、いうことで、と佐みナと返還、いわゆる土佐みナと漢定説というのは、まあ、どう考えても成り立たない、そもそも資料にそのこと書いていないと。 つうのは、これ、あの、あれなんですね。何べんも言ってますが、このトサミナトに、ね、変換したという説は、要するに、満載受合日記と神羅の記録に、それぞれ別々の一時、要するに1432年と1442年に起こったと書いてあるんですね。だから、神羅の記録では1 4 4 0年に1回、トサミナトが落ちたと。で、満載受合日記では1 4 3 0年に1回落ちたと。で、発掘現場を見たら、 焼けたた後に再建した跡があるとおこれは一回安藤氏は帰ってるんだと。で、これも一つ面白いのは古い研究では実はこんなこと誰も言わないんですよ、えー。南部氏はサメンと変化したのはこんなこと言わないんですよ。誰も。室町幕府は弱いからそんなこと言うても南部が聞くわけないじゃんと。 これ、吉典研究が済んだからでしょうね。足利義典がかなり強い力を持っていたと。かなり強い力であちらこちらの大名に介入を繰り返していたと。だから、南部もビビってしまったんだという話なんですね。ただ、問題は、吉典が介入しているのって、基本的には京都周辺の京都に出入りしている、いわゆる大名と言われる連中、 ですね、京,都京都に在,在京大名たちですね。在京大名、いわゆるタイメトで、在京大名が対象であって、まあ、吉教が南部に対して何らかの制裁を加えるかやったら、これ、加えることできないですよ。だって兵力ないですから。基本的に、おそらく最北端にいたのは、あの越後上杉氏で,で、もう一つは駿河今川氏で。 それより北の方に京都府知州たちはいますけども、そいつらをすぐにこう動かせるかっつったら疑問であると。それから南部は京都府知州であって、えー、いう話もありますけども、南部は京都府知州というのは私は信用できませんね。関東大名、関東大名というのはどう考えても、南部が関東の鎌倉府の関係者のることを強くこれ位置づけていると思います。 だから、まあ、トサミナとさみなと返還はいろんな面で見てありうるはずがないというのが私の見解です。で、まあ、1153年には、ぬかのぶ、松の立ての人数が大浦郷に立てこもるという話があって、これ、クエスチョンマークついてるのは、竹尻さんも、これはちょっとあのおかしいよねという話なんですね。要するに、このぬかのぶ、松の立というのは、まあ、あのぬかのぶ郷ですか、八戸周辺の地名なんですが、そこの人間が大浦郷、津軽になんで立てこもるからならんのかと。 えいうことなんですが、だからおかしいじゃないかと言ったんですけども、その一方で、この鎌倉時代の資料とか見てますと、安藤氏、安藤という名前の人間が結構広範囲に広がっていると。だからまあ近年では、この安藤氏、津軽安藤だけ、津軽だけじゃなくて、現在の青森県の結構広い範囲に安藤津のは散らばってると見るべきであるというふうに見る見解もあります。 まあそういうふうに考えたら安藤氏っいうのは、私はこれ安藤氏って関東から入ってきたんちゃうかなと、これは地蔵菩薩霊元気にはっきり鎌倉の安藤五郎が津軽に入ったというふうに書いてあるのを無視したらいかんちゃうかなと思ったんですけど、まあ、それはただその問題はこの地蔵菩薩霊元気のその記述をどの程度信頼していいのやらとかって、まあ難しいと思いますね。で、逆にあの鎌倉時代のこの一次資料等に、 安藤氏、安藤氏、安藤氏の女、絹とかそういう人物が、まあ、八の上の方にもパラ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 っと安藤という名字を持ったやつらが散らばっているという状況を見ると、まあ、どうなんかなということですね。在地性をどの程度評価するのかという議論はあると思います。で、この安藤氏が没落した後、この田中合戦というのが行われると。 安藤氏没落。この時、三戸南部氏が津軽。これはまあ、南部義政ですね。えー、南部義政が。ちなみにこの南部義政に関して、足利義則からの返記だという説があるというふうに、まあ、しれっとウィキペディアに書いてありますけども、南部氏が、あの、吉の寺をもらえるってどんだけ偉いねんという感じですね。 畠山氏でもよし村えたんは畠山義宏が初めてであって持ち国でさえよし村えてないのに南部義政がよしをもらえる可能性はないのでこれは違うと思います。で根城南部氏が田部を支配地に組み入れたというふうにまあ考えられています。で後ろが玉指あのちなみに戦国の北を南部氏にかけたことではないんですがあの最近の北方氏の研究では皆さんこの後ろが玉田図をみんな「もろもろせ」と書くんですよね。 私はちなみにこの後ろ方正成をもろせと書くのは反対です。これ結構多いんですよ。皆さんもろせが書く。これ何でか言うたら、ここにも書いてあるかな。あ,あ、ここに書いてあるんですね。下国もろせという人物はメラモンジョに出てくるんですね。メラボンジョに下国、しあの下国山城の神、もろせで出てくるんですね。そこでは、薄そりけしぺの変換を、なちくまの大社に願ってるという資料です。 でこのウソリケシペチの位置については、ウソリと、それからケシペチというふうに分けるべきなのか、それともこのウソリケシペチで、これは函館であるというふうに、今、背景がないですが、ウソリケシペチという函館の地名であるというふうに、えー、見るべきであるという、そういう議論があって、今どちらかというと、これはあのウソリとケシペチという分けるんなくて、ウソリケシペチで、えー、いいだろうというふうにまあ見ています。で、これを、この、この、この、 この正末と同一人物だろうと。この正末通人物のこの正通人は足利義政から返京村もらったに違いないから、まずあの名前の順番から言うて、諸末から正末だろうと。いうふうに見るのがまあ多数説なんですね。で、私はこの意見には全く反対で、まずこの嘘そりけペチの辺が、 コシャマイン戦争後失われていたか言うたら実は失われていないと。古車灰戦争が終わった後、再び、えー、函館周辺はいろいろな遺跡出てきますしあの別に藻モ木別、えー、それからあの、えー、ヤフライこの辺りきっちりとヤフライ建ては古車灰戦争の後に起こってますから。 これが失われたっつうのは、愛にとのては失われたっつうのは、そもそも間違いであるから、これは正末じゃないんじゃないかと、まだ別なんじゃないかと思ってます。もしくは、これ、うそりとケしペチというふうに考えて、ケしペチがノ、えー、ヘジだという説もあるというのを捉えたら、まあ、わからんではありません。が、もともと安藤氏の,あの根本書類ではないんで、この辺を返してくれというのは、まあ、筋違いでもあるし、この諸末通人物については、私はちょっと、あの、 正成と安直に一緒に住むのはそもそもおかしいしで、もしこの人物と同じだったとしたら、むしろこっちだろうと。最初は正成という名前だったのが、室末になったというのだったら、私はまだ理解できます。でこの場合、正成という名前の変記は、変記のあれは、根城南部市が棚防、えー、支配地に置いておって、この後ろ型室末を安藤多として傀儡化したと。 いう話なんですがこの後ろ方諸末っつうのは、それこそ下北半島のあのうそりに、下北半島に、えー、彼は一応置かれていたんで、でそのときにあの南部市、この根城南部市の支配下に入ったことは間違いない。で当時の根城、ま、南部市の当主は正常。おそらくはこの正常から名前を配慮してるはずなんですよね。 この頃、南部なマサ、何マサ、あるいはマサナニがものすごい多いですから、まあ、あの、その南部氏系の、南部氏の通じいているマサを多分つけられたんだろうと。それならば非常に筋は通ってますよね。で、この安道氏没落の時に、後ろ方諸末が捕まって、下北半島に置かれたと。で、151年には安藤氏末が戦死して、安藤宗家が断絶すると。 1053年には、ス影。これも、ス瀬が書かれるあの、大体、ス瀬が書かれるんですね。あのこれい、いつ頃からやろう ?90 年代の前半に、メラ文書、なち熊野大社文書の中のメラ文書の中に、この下国、ス瀬通知物が出てきて、これだとみんな飛びついたんですよね。で、私も飛びつきましたけどね。これ、結局、こういうちょっと文書にし、 安ど氏関係の問題できたらすぐにこう出たー言うて飛びついたのがそのまんま検討されずに生き残ってるからいろいろと問題ないかなと私は今考えてますだからそういうのをもう一度ゼロベースで読み直してみる必要を考えてます感じてますでこれあの南部市も戦国の北を南部市では取り上げられてませんけども根城南部市に大量に芝笛家との関係があるんですが それもなんか年代否定とかが、あの、入間田先生の本を読んでても、えー、これでええんかなと、時代的に間違えてるんじゃないがというて、じゃあ、青森県、あ、いや、はっきり言うと青森県史とあの入間田著作と全然違うんですよ。同じ文章、なんか20年ぐらいずれてるんですが、どっちが正しいんやろうと、どっちかに正しくしてくれ、みたいな感じになってて、これをとりあえずまず、 しっかりと読みあのレズルベースで読み直してみるで。両方とも微妙にそれぞれあの思い込みがあって間違えてるんですね。だからそれをちょっときれいにしていかないといかんなと今考えております。これあの、えー、実はあの現在、科研費で古、えー、社満員をやっておりますんで古社満イン科研やっておりますんで、まあ、そ古社マイン科研で私は何をやるのか言ったらそういう、えーまあ、室町幕府の、えー、文書を もう一度ゼロベースから見直してみるということを今やってます。で、この時に一緒についた武田信宏、それから相原正胤、河野正道なんですね。で、この、やっぱりこいつらはマサついてますよね。うん。こいつらもやっぱりマサついてます。やっぱりこれもだから、あの、たぶ八戸、な南部正常のマサなんですね。えー、こいつらと北海道に行ってると。1057年には八戸正常さんが、 えー、柿崎信爪を討伐したというふうに、えー、八戸伝記に書いてありますでこれはまあ、ま,あ、またいろいろなところで話がぐちゃ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 出てきて、源氏南部八戸家系では、在京金藩を起こったり、御花園天皇から叱られてとかあ、南朝の子孫である北部王家を滅ぼした、そこであのは花園天皇が臨時を下し,下して、南部正常に、えー、命じて柿崎信爪を討伐させたと。 えいうふうに書いてある。これは東北大平記ですね。この辺はいつもこいつも出たらめばっかりなんですね。うん、大体、ごはの天皇が、と南波殺舟が出会ったという話は、御花の天皇を研究しているだけでは出てきません。ところが、あの東北大平記では、御花の天皇がわ,わざわざミスを巻き上げて、沙舟の手を取って、あの私は北理の、えー、宮潮の奥に、汝は王の北に行って、なかなか会えない。 鏡を手渡してこの鏡を私と思ってくれとか言うて、えー、いうふうに言うシーンがあるんですがまあまあはいってねこれはあの面白いのは津軽三軍師にも御花園天皇出てくるんでまあ後花園天皇は北海道東北にも非常にゆかりの深い天皇なんだろうなとあの多分北海道史やってて名前が出てくる天皇って多分御花園天皇ぐらいなんですよね 行ったこともないのに多分あの北海道とか東北の支者と会ったことすらないだろうに。ただこの話が全くの嘘っぱちではないのは大崎の利金から居匠が発揮されておりこの居匠に関してはあの前回もちろん出てきましたけどもあ大崎のところで出てきたのかな、えー、居匠が発揮されてるんですがこの居匠をもとにして大崎市が 非常に充実していたというふうにまあ考える原価もあるんですが基本的に大崎典金の時に出された文書ほとんどはこのこれなんですねこのこれ関係なんですねこれに関してはあの柿崎信摘を討伐したその柿崎信摘がどういう人間なのかっいったらよくわからないんですけども青森県司とそれから滝尻さんは安藤氏の領地奪還を背景とした放棄があったんじゃないかというふうに考えてあります でさらに、入間田信夫先生は、古イン戦争との関わり、ちょうどこれ古イン戦争の頃ですからね、古イン戦争との関わり、つまり古インと南部が連携したんじゃないかと。古インというのは単なるアイヌの後期ではない。古インは、まあ、あのアイヌも含めた盾主たちの争い、アイヌも、えー、和人もぐずぐなやってこう戦っている、こういう戦いだろうというふうにまあ見られてるわけですが、その中で入間田氏は、えー、南部氏と古インが連携している可能性はあるんじゃないかというふうに。 まあ、入間田氏はあれですね、えー、いわゆるパックス南部というのを、えー、主張してありまして、それまで90年代っていうのは、安藤氏ばっかりが注目されてきたと。安藤氏だけじゃだめだよと。むしろ、この北海道、北東北、この覇者は南部氏だよというふうに言ったんですね。それをパックス南部体制というふうに言います。 色間田さんがこのパックス南部構築の証拠として出してきた資料というのは、そよく半年後には古イン戦争が起こり、これでパックス南部が崩壊するというふうにたるんで、その直前ですから、あれですね、でその頃室町幕府もしばしも大変な時期で、その後しばらくしてあの、しばしはこの、これポイントですね、しばしはこの頃から、 あの東北の取り次ぎが姿を消して伊勢市に切り替わっていくというのは一つこれ今後この東北方面のこういう文章のあれを見るときに東北の取り次ぎが芝から伊勢に変わるというのはこれは別に芝だけじゃなくてこの頃室町幕府の取り次ぎっていうのは急速に伊勢市に こう集中していくんですねあの、まあ、大名同士の足に引っ張れとか内病がそう,いったことにそういったことやってる暇がなくなってきて結局伊勢氏のもに全部集中していくと。でまあそういう中で伊勢定近の周りの一門たちの中でも伊勢森貞とかそういう人物が出てくるわけですよね。ということで室町時代までの南部氏と安藤氏の争いについてとりあえず見ていきました。南部氏が 土佐湊を支配している安藤氏の方へ攻め込んだという話ですね。はい、で、その時の南部氏というのは、八戸南部氏なんですか、ともまあ両方も言われてるんです、実はよく分かっていないんですが、土佐湊に攻め込んだのは南部義政というふうに言われておるんで、まあ、それやったら三戸ですよね。南部義政と八戸正常では、南部義政の方が先なんですか あの南部吉政の方が上です。少なくとも南部死刑図では1139年に死んでいるという記,記録がありで、神羅の記録では1142年に戦っているという記録があって、で南部薩根さんは大体1157年頃に行動が見られますから、若干吉政よりも、まあ、1世代下ですね、沙恵さんの方は。この頃まだ南部死というのは一本化されてないんですね。そうですね三の平家と八の平家が両方いる。うん 大崎市からこの正常が八戸殿と呼ばれてるんで、南部というふうに呼ばれなくなってきてるのかなという、そういう話にはなってるんですが、まだこの頃三戸が有力になってるというふうに解釈するのもちょっと難しいかなと私は思ってます。戸佐港の変化のところについてははい、足利義権力が前は弱かかったから 弱いと考えられてたから、うん。て言えるわけないとうん。返してもそんなもん知らねえと。それからよ、義時の権力が実は強いこというのが分かってきたので、うん。ちょっとしたら、返せという命令を出して、それが実行されたんちゃうって説が出てきたんですね。そうですね。だけど、義時の権力というのは、越後ぐらいまでしか通用せえへんから、こんな佐時の返還は同盟でげへんど、そう、おおむそうなんです。 で吉典もそのこと分かってんですよ解釈で全部畠山光栄の言い分だというふうに解釈があれ実は三栄は吉,、ま、の吉典の言い分を前半で引いてそれに対して論白する形なんですね。要するに南部氏が吉典の子大将棋入れへんかったらあまり面白くないじゃないかというふうに吉典レッドに対してそういう意見ですがそんなもん昔からそうじゃないですかと。 将軍の言うことなんて昔から地方聞いてませんよと。だから別にあなたがそんなあのメンツ潰されて、キーキーする必要ないんですよと。これはあの別のところで言ってるんですよね、三井家は。当人殿以来、誰もあの地方の人間聞いてねえんだから、出しちゃええんだよというふうに、まあまあ、あの三光家言ってるんで、まあ、これ多分三井家の基本的な考えですよね。要するに、あの口先介入しろとで。吉野律は基本的に口先介入を嫌がるんですよ。 出したけども、いうことは聞かれなかったと、要するに言うたぞ。あの、あれですよね、よく、あの、出てくる、注意したぞ。注意したからな、ってやつですね。別に、それを聞くことは聞いたけど、注意した、一応注意することころで。名分を保つっつの、吉野はもすきなんですね。畑山三井は、それでいいと言ってるんですか。かそうです。一応<ち><の>注意したからねと。そうそうそう。大和でも、そうなんですよ。大和でも、までの小姑、岐阜さが、なんと天孫の、までの小姑、岐阜さが。 幸福寺の要請で介入してくれと、口先介入してくれというふうに言ってくんですけども、吉野良はすりやがるんですよね。言うだけでええから言ってくれやと言うんやけども、拒否すると。で、いざなんか、ちょっと問題起こって吉野良をぶち切れると、今度は大軍を派遣して泥沼化していくと。吉野良さんはその辺がちょっと極端なんだなという感じします。あともう一つ、安藤正成が北海道へ。 移ったということで、パックス南部体制が崩壊するって、それはどういうことなんですか正末、この正末さんが南部家から離れて北海道に行っちゃったでいうのは、南部からの自立であった可能性が高いし、さらにこの正末がその1156年に港家から招かれて、檜山に入ったことは、もう完全に南部市からの自立であって、まあ、南部市だけじゃなくて、安藤市が。 北海道の方に力を持ったということで、パックス南部が崩壊したという、そういう見立て,見立てです。それまでは南部市が北海道の方まで影響力を持ってたということなんですそ,そうそうそう。それもどうかなと思ってんすね、私は。この古ャマインと南部市の連携という話は面白いんだけども、まあ、これも別に証明できる資料ないしねという。とりあえず今、あの函館構専でやっていただいているのは、 道南南部、あの上の国からの湖線を一応大量に函館に持ってって、函館高線で、あの今までは持ち運べるポータブルなこのレーザー分析機で分析してたんです,んですけども、あの函館高線のレーザー分析の専門家の先生が、そんなもんでわかるんかと。確かにわからないと <laughs> いうことで、いや今まであの、 中村和幸先生を中心とした科研費ではポータブルなのを持っていたんですけれども、そんなんできるのかということで、で中村先生もほかの家計費立ち,上げ立ち上げちゃってるし、もう一人の貨幣士の三宅俊彦先生も家計費立ち上げちゃってるから、誰か家計費立ち上げるとおれへんかというんで、えーまあ、あの家計費立ち上げたこともねえし、全く持ってない私のところにあのあの家計を立ち上げろということで。 私は立ち上げることありました貨幣分析したら何が分かるんですか、うん、埋められた年代。あ,のあちこちの,その貨幣があのいつ頃なのかというか、産地とか、その成分、成分分析ですよね。貨幣を分析するんですか貨幣のうん。結構、中国船と思われているものも国内船であったり、あと、でででの偽あ,であったりするわけでしょそ,うそ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 う。そこら辺の分析でしょ そそうですそううでです、す。す。ありがとうございます、はい、あだから、なんとか通報って書いてても、本物じゃない可能性がかなりあるのね。そうそうそう。じゃあ、一体どこで何年ぐらいに作ったのかっていう話でしょ。うん。そういうことで、いろんなことが分かってくるわけですね。そうです、はい。ちゃんと私も協力者として呼ぶんだよ。うん 研究協力者として加えればいいんだからって、そんなもん後付けでいいんだから。現地のアナイジャーとして。あ、そう現地、現地ですもんね、で。うん。あのね、それでちょっと質問なんだけど、はいいいですか、あの、まずヤフライじゃなくてヤギいね。どっちがいいのか、これ説があるんだけど。うん、あの、関根先生はなんかヤフライとのだったんで、もうヤフライで聞いてますけどい<や><の>ヤギなって説も強いんですよ。うん、それで 大問題なのは、うん、あのね、ヤギ内と、藻辺地周辺と函館周辺は全く異相が違うんですね。あの、さっき、函館あたりもまた和人の手に奪還した、だからヤギ内が、ヤフライがっていう話をしてたけど、うん、全然異相が違うのよ。ああ函館のあたりのことは、 診断の記録を見ても、内海、内海世界って呼んでるわけ。うん、この内海世界を、これですね。それがまさにあの河野であって、うん、この河野をどう取り込むかっていうのは、書きん。にとっての大問題なわけですよ、正当性として。うん、でね、内海世界には、 まあ、ヤギナイ、ヤフライ、モヘジカンと同じ頃の異物出てますか異物出ないんだよ、これ。出ないんですかあのつ、函館のあれでどうなあの、出てないんですか、やっぱり。出てないんですね。今のところあ明確なのは出てこない。だからあの、内海世界と、あの、言ってみて分かるでしょヤフライ、今、今で言うヤフライ。あそこの断崖絶壁世界と、 急速に砂浜が広がっていく内海世界ってのは違うわけよね。だから、おそらくアイヌとの勢力、宇多田勢力との妥協があるとすると、内海世界の利権だと思うんだよね。うん。それから。内海世界には付属して昆布の利権があるわけですよ。うん。 この、ええー、と、考察で、この付近の、ううええー、大ですね。先町岬から、東。いこ,この付近。そうです。これが函館山。そう。ね、あの、金子先生の、あの場所、ここから、こう見ている。そうそう。だから、そのコンブリケンってこと、あんまり考えてないのね。今までの研究っていうのは。だから、コンブリケンを。 二人の人々に間接的に与えてそれから買うっていう方式の妥協とかいろんな妥協があったと思うんですよね私は。うん、あ,あとモヘジをどう評価するか、まあ、確かにあそこはあそこでえ小さいけどいいこう三日月型のさすがね単調人はできて。うん なかなかいい港湾で、おそらく内部にちょっとしたラグーンがあった可能性はあるんだけど、地図だけ見てると、このモベツとこの薄消しがちょうどこの函館湾の入り口の押さえになってて、悪くないかなという感じだけどね。に、ね、が置かれた うん、種目とそれから副賞として、この河野が置かれてるんで、まあ、このもう私はそれ、嘘だと思ってますけどね、うんまあ、話すと時間潰しちゃうから、どっかで議論したいと思うんですけど、まあこれはあの、それはこの南部津軽が終わった後と、そのとあに <laughs> そういうことをれる、そういうテーマを立てようかなと思ってますけど。ははははいはい、はいいじゃあ,あのその時に楽しみにしみてます、はい シアの記録見ても、どう見ても,も、ポテンシャルエネルギーは薄消しとモベツは全然違う、それはもう、現地でで生活るる人にはよくわかるわかけです、うん、三戸南部、三戸三南部は三戸城が燃えちゃったんで、資料がほぼなくなっちゃったという、そういうことで、まあ、それも本当かどうかも含めてなんですけども、三戸南部、三戸南部って実はほ,実はほとんどわからないと。 当時の一次資料で確認できる三戸南部史いうのはこの春政と信直だけというなかなか凄まじいレベルなんですね。正常さんとかはまあ当時のこの八戸南部資料、八戸南部家文書で分かるんですが、三戸南部史に関しては春政と信直以外分かんないと。とはもうほとんど二次資料。いろいろな検討が進んで、ひょんなところから少しずつ。 また明らかになりつつあると。例えば、南部の病師さん。南部の病師さんっいうのは、この人物ですね。この人ですね。この人は、実は、実在が明らかになっていると。牧純苦衆という、あの、連画衆ですね。この牧純っいうのは、葬儀の皇帝で、八戸南部市とも関係の深い、 人物なんですがあの三戸の南部とも関係深い、要するに南部にも八戸にも三戸にも行ったし、えー、都でも活躍した牧純という連歌師、この牧純さんが焙煎方向へ水前後を送っていり、えー、そこで跡継がぬというふうに言っていると。というこれ、南部信用師の家督は結局弟正康は継いでいて、信用の子供は継いでいないということから跡継がぬというふうに言われていると。 この信義氏の息子の北宗近は北家の方に追いやられてこの北家っつうのは信義氏の妻の実家なんですけどもそちらの方を継いで跡っつ継は正康であるということを指していると奥州余るめ記録やあのこれ和漢礼教っつうのは御内書が収められたやつですがそこには南部修理の大部宛ての文書が見られます でこの和漢霊教の方は足利義経から、余る目記録は大崎氏から、えー、与えられた文書ですけれども、まあ、ここに南部修理の大仏なんてこ,のこれいつも信義だろうというふうに見られていると。信義が修理の大仏という、まあ、関東名なので持ったことは事実であり。ということは、この余る目記録および和漢霊教にある足利義経ご内緒で、南部修理の大仏信義という人物はいたし、牧淳九州にも出てくるんだと。南部信時という人物。 信吉の親になってますね。これは古代三戸年頭儀式のことに、御不死連れで法恩寺に参詣したという記録があると。この御不死連れ、これはどうなのかというと、くじは南部次男と、この、えー、儀式には書いてある。くじは南部次男で、御父に何か問題があったときには、南部次男のくじが、えー、やると。 いうこ,とでこれ、一つのヒントになってるわけですね。久慈南部次男。これ、系譜で見ると、この久慈信真のことだろうと。南部時、政の次男でよる久慈信真ちょうどその時期、言ったら、この信時信義の時期であって、この信真さんが久慈に行ってると。おそらくこの辺の話を言ってるんだろうと。 いうふうにまあ考えられているわけであって、まあ、こういったことから少しずついるんじゃないかなと。で、憲法着色葬儀像というのがあって、これはあの現在、国立歴史民俗博物館に所蔵されてまして、えー、上に三条二三高の山があるんですけども、これも南部市から現在は巡り巡って国立歴史民俗博物館のえ所蔵になってますけども、これ、上洛した南部市当主、まあ、おそらくこのえ信義もしくは信時。 の時代あたりと考えられる、えー、南部史当主に、えー、授与されてるんだろうというふうに、まあ、考えて、まあ、こうやって少しずつ、まあ、三戸南部史に関してもかす、まあ、かに、うん、これもしかしてこれのことかなというレベルでは分かりつつあると。でこの「南部信時」とか中でありますけど南部史のこの古代三戸伝統記式のことによると南部史は一門 これは北市、東市の2つ。で、家の子、えー、3人。これあのこれの中ってるんですけども、まあ、後のあれで見たら、おそらく福市、えー、津島それから奥,奥瀬。この秋津は多分関東なるんですね。えー、老女は桜庭と、大津は関東になるで、ね、佐藤さん。それから伊賀さん、越後さんで。内州として、えー、ヘライ これ中市、石沢、五戸とか、二だ、これ二だとね。この辺、皆さん五戸に領地を持っていると。で、それ以外に戸田つのがあって、こういうふうな使用、ランク分けが渦中でされていると。この三戸周辺をどういうふうに広げていくかということで、例えばこの三戸、五戸、一戸、二戸、三戸、四戸、五戸、六戸、の戸、八戸、九戸というふうに、平はこういうふうに並んでますが、三戸南部市の本拠はこの辺三戸ですね。 でそこから、えー、北の方の内州にこういうふうに広げていって三戸辺とざまをこういうふうに広がっていって三戸辺とざまというふうに、えー、三戸氏がこういうふうに徐々に支配領域を広げているこういう様子が時期分かってきてだからこの信義、えー、信時の信義の頃にこの三戸南部市っついうのがこう少しずつもともとこの辺りから 豊富いうに広がってる様子が分かるという話になってます。まあ正月元日には一の辺の、四の辺の、九の辺のがやってくるとやっぱりレベルで言うたら多分一の辺、四の辺、九の辺つはランク高いんだろうね一日正月に来るのは7日に七の辺の八の辺のがやってくるとありますけども一の辺と八の辺とは多分一のに四の辺、九の辺に比べたら独立性が高い あの勢力で,で七の兵と八の兵っついうのはこの七の兵っついうのはここから出てきてるんで八の兵士の、えー、分家筋に当たりますこういったものは家督にお目見えということでまあこの南部信時の前頃には八の兵士も三の兵士に従い始めていたということがまあうかがえると南部市のこの戦国時代の始まりですが 新鮮筑波州に源の常行図のが出,出てきます。この源の常行え、南部東尊海の神と書かれていると。でこれあの、当時の一次資料じゃなくて二次資料ですけども、彼は安藤氏の大工事像を1502年に陥れて、大工事左衛門の助として平賀郡え、津軽の南の平賀郡を支配していると。一方で外ヶ浜に堤、團壇左衛門が横内城を作っていると。 で南部信寿は、あの先ほどできた信寿ですね、久慈軍の久慈氏を継承している、これ、備前守家と。その分家では信濃守家からは大浦城主として花輪軍を支配し、でこの信濃守家に養子にした、この備前守家から入った人物の中に、大浦為信がいると。このようにあの、何軍、外の浜とか、それからまあ平賀軍とか、えー、花輪軍とか、久慈軍とか、 ぬかの部郡の周辺に軍隊員で一族を配置しているということですね。戦国時代の初期あたりに南部安信のが出てきます。牧淳九州には次のような言葉が出てきます。南部源安信代始の一座に来て、レンガの会をやってますというあ。ということは南部安信さんいたんやということで、この泰信という人物もなかなか実在が。 確信できなかったんですが、まあ、こういうレンガ州の検討から出てき出て出始めたと。まあ、この頃、戦国には大飢饉があってその大金からの文化的な周囲的な復興がありますがこの辺はまあ,あの 個人的な関心もあって、この辺、あのこ,この図まで全部やっちゃうと本があれになっちゃいますから、南部屋さんのところで私が印象に残ったのは、このこれですね、関連の細川高国による活発な大外交というものがありまして、そこで、伊勢加賀守須田光筆記という本があって、これ、霊法集なんですが、この中に、あの金城集という字のをね、細川高国から出す手紙に金城と書く連中ですね。で金城集と。 いうふうに、えー、言われたやつ。要するに、高国から金領という、そのランクで出されるんです。で、これがなかなか面白くて、伊達左京の大部殿、大宝寺大膳の大部殿、芦名首里大部殿、だからやっぱりこの辺はあれなんですね。で、小野寺、左右衛門助殿、南部、てん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 、これはあの多分ここのところにいろんな左京の大部とかいうふうに、南部首里の大部とか、まあ、いろいろおるから、興奮なんですね。で、葛西、なんとか関東、関東、どんと、これも多分だから同じように。 いろんなも入るよとで港民部の大富のこれがあの安藤氏、港安藤氏ですね、後に下国市に吸収されちゃう、えー、家ですが、まあ、これを見ると、この伊達とか大宝寺、芦名、小野寺、この辺はあの京都府知州で、南部市もこの段階では京都府知に含み込まれてますから、ずっと京都府知州だというふうにまあ言っちゃって,ってるんですけども、えー、それはあ,のあまりにも非歴史的に見すぎだろうと私は思っております。 やはり関東対名というのはやっぱりちゃんと評価しないといけないと思っておりますがこの高国の段階では明らかに京都との関係が深くなっているというのが分かりますつが鎌倉九方も、えー、完全にこの頃には警戒してますからそもそも鎌倉派とはそうなりませんからね次にこれこの金城州というのは遠いところなんですよね、えー、東北の次は九州の島津殿が出てきます大友殿松浦殿菊池殿 で小児殿だけこれがないんですよ。ということは、た小児に関しては、この小児自身が太宰の小児というか、関東名乗りなんで、小児殿というふうに書くんでしょうね。山之内上杉の家督も実はこの関東を書かないみたいですね。関東ト領を直接天皇から赴任されてる。これはまあ、もともとは上杉憲りを赴任するときに、将軍側、まだ子供だやったんで、知らあないから、あの畠殿の,の臨時で、えー、関東ト慣を赴任して以来、 ななんとなく関東管領はあの天皇の臨時で分任されることになっちゃったんでということはこれは官職だということで上杉秋貞たりからあの上杉なんたらかんたらかんたらな,ずなんたらず上杉あの関東管領上杉で済ましちゃうと、えー、いうことで関東管領の関東家なんてことも言うんですけどももともとはあのその時室町方が不在だったということですね。<laughs> まだあの要するにまだあの半始めを進ませる前やったんでまあ本当だったらこれ慣例褒書で済ませてよかったんでしょうが多分そこのところ天皇に頼んだら気楽に臨場を出,出したがる天皇に頼んだら喜んで出してくれたということでしょうね。えー、伊藤春田阿蘇、えー、というふうな出てきますこれあのだからこの「金城衆」通つうのはこの「音国」の連中なんですよね。 でこの黒島悟さんは、金城州これ、高国というのは非常に活発に、大や九州への外交をしていた、そういった時代のことを記録してるんだろうというふうに、まあ、あの想定してあります。 まあ、たかあのこのえ異性化学の神、世田光筆記が整理した頃は高に青雪、遠雪で、直前に死んでたか、直後に死んでたかという感じなん,だなんで、まあ、1539年に整理しているんですが、1510年代か20年代前半ぐらいだろうなと、えー、あたりのおそらく秩序を示していんだろうなというふうに言ってあります。えー、戦国大名、三戸南部氏 内州大立久氏の大立上皇日記には1639年南部彦三郎が上落して義原の一時を配慮して南部春政と名乗っているという記録があってこれが南部春政についてはっきり書かれている最初の記録ですでこれはもうあのまあ隠れなき一時史料ですよね大立上皇日記に書いてあるこれ細かく見ると結構重めてるんですよね 南部に、南部レベルに将軍家の一次を拝領するのは前例があるのかというふうに言って、この大立久氏さん、久氏の息子の晴光さんがものすごく駆け回って、ケ、えー、OK、さんを出してます、問題ないと。三戸南部市のこの頃は、えー、石川隆信、あのー、南部春松のおじにあたりますね、石川隆信はものすごい活躍していると。平軍の一揆を一の市とともに、えー、鎮圧して,、えー、していると。さらに これ安藤一門らしいんですけども、十堅い名士、えー、の娘と婚姻して信長を産んでいると、この信長さんのちに、来週は、えー、彼が主役になりますね、それから香水石橋氏の小塚田城交易を阻止していると、えー、さらに秋田安藤氏の領国に侵攻、えー、したり、津軽全域の、えー、統括者として、石川城を築城して、石川城を名乗ると、この高信の活躍によって、三の平南士は戦国大名化していくというふうには評価されています。 でえー、ここで戦国大名の今日よく言われている戦国大名の指標ですけれども、1としてまず自己の家中を持つ、2として両国を一円的、排他的に支配している、つまり他の、えー、より上位の、えー、守護とかそういったものには排除している、まあ、守護自身がこうなっていることもあるし、でまあ、この戦国大名の上には関連的な権威である将軍と天皇しかいないという、そういう状況だとううに言われています。3つ目として、えー、周辺の独立領主 国衆を従属するだからまあ渦中とこの国衆という二重構造を持つと豊臣大名から、えー、徳川大名に行く時にはこの国衆を渦中にするのかそれとも独立した別の大名になるのかということでまあ柿崎氏なんかはこの辺をうまくもともとはおそらく安藤氏の国衆だったあ柿崎氏が独立した大名にな,になっていく、えー、下手したらこれ渦中になっちゃったんですねあの秀吉の最初の衆院上では 末の支配領域には北海道入ったんですがあの2回目の診療ではそれが外れちゃってるとでこれはまあ裏に何があったのかとか、まあ、いろいろ言われますけども高齢なんかまあ,あのうまく国衆家中になるかそれとも独立できるかのはざ、えー、まで、えー、家中になる危機をうまく出したとだからそれは末広さんが大喜びするわけですよね この南部春政通人物は後世の資料ではあの有名な人物なんですがあんまり芳しい評判ではない、まあ、はっきりしているのは三戸南部氏発起の最古の文書に彼が出てくることから分かるんですが、まあ、同時代史資料では前半生が不明であって、まあ、出てくるのはかろうじてあの先ほど言ったように足利義春から返金をもらったというのがあの最初に出てくるやつですところがこれ優勢式記というは南部氏の記録によると 武田晴信から一時入ろうと話が小さくなってるやんという。武田晴信からいや、あのちゃんと大田地上高日記には、よしかが義春から一時入ろうとはっきり書いてありませんと。なんで武田晴信からって、なんかしかもなんで晴信からもらわなあかんねんかと、えー、いうことですね。さらに三平城の火災による文の生織で、その原因として赤沼備前が放火したんだと。でその赤沼備前が放火した理由としては、春政が。 高職な女好きな春政が赤沼ビ前の妻を盗み取ったとかその話がいっぱい出てきていろいろ書いてあるんですねいろんな話を上げてるわけです。まあ春政はいかに悪いやつかということがといろいろいてるわけです。まあ実際三戸火災の時ちょうどあの春政さん京都におったんですねだからまあ不在だったんだろうなと、えー、いうことでその ちょっと前から彼いなかったんで、赤沼美殿の奥さんの、こう、盗み取ってる暇なのか多分なかったんじゃないかというふうに言われます。まあ、いや、まあ,あの、だいぶ前に盗み取ったものを恨み持って、その時にやられたかも,かもしれませんが、これ、春政は結局、こういう事情なんですね。春政は後継者は不在であって、で、石川隆信のこの信長え、自分のいとこですね、いとこを養子にしたわけです。ところが、その後、春次が生まれたと。で、この春次の母親っいうのが、 これも、あの、優生式やったかなによると、春政が彼に行く途中に、えー、田んぼのそば歩いてたらあ、農家の娘がいきなり泥をバーンぶっかけて、これお祝いでございますと言うたら、あの春政は笑って、非常にめでたいというふうに、えー、言うで、まあ、彼に行ったら、ものすごい大量やったんで、喜んだ春政はそこの娘を妻にしたと。で、その生まれたのが春次だというんですね。で、この春次を可愛がった春政は、 この信長を拝着して、えー、春次が家督継承させたんですけども、春政死んだ後と、家督継承したんですが、直後に13歳で死んだと。で、人々が信長を推、えー、して継承してしたというふうに言うんですが、これまあ、いろいろと、あのー、話があって、春次が誕生した結果、春政と信長は対立して、春政が信長を殺そうとして、信長は九戸近嶺のもとに逃げ込んで、じゃ八戸正義のもとに逃げ込んで、か、え、ろ、ー、うじて助かったという話があるんですね。 でこういう春政と信長のようなたれた,た話はこれは同じような話がこの春政 VS 信長と九戸松姉九戸近姉の兄弟の争いにも、えー、はっきり書いてあったりあの書いてあったりして同じ話が2回続いてるよねこれという。ってことはこれ両方とも何か一つの話を膨らませてるっつうかまあこういういとこあるいは兄弟の争い春政が。 信長を襲って、えー、信長が逃げて、八戸士に助けてもらった、えー、正真が近真を襲って、近真が八戸に助けてもらった、そういうような話が、まあ、繰り返されているわけであって、これってあの信じてええんかいだと。で、一つはっきりしているのは、この一連の話の中って、基本的にこの春正殺人物を、ものすごい暗君として描いていると。で、えー、しかも、 この対立の時に信長が逃げ込んだ先が八戸市であると。助けの八戸市であると。八戸市が強く信長を支持したんだという形になっているわけですね。で、一方で、この黒部正宗通人物は常に春政をこう支援して、えー、信長と対立した悪いやつというふうに書かれていると。で、まあ、史実ではこの部正宗って最後、悲惨な死に方しますからね、秀吉によって。 信長にとっては、正舘熱いのはタブーなんですが、うん、という話になってますレンガ集に載ってますけど、このレンガってどこで、東北で開催されてるんですそれとも、東北でも、あのこの牧淳さんは東北によく行ってるんで、これは東北の,あの南部市のところで行われたあのレンガ会ですねレンガレン、レンガ会ですね、レンガ会というのかな。 じゅんさんが東北に行ってレンガ会に出席して、うん、そこでこの信義さんの歌を知ってで後に京都に京都なんでしょうね住んでるのはゅんさんはそうですねで京都で空襲を作る時にその信義さんの歌を入れたということですそういう感じですね信義さんが京都にいたというわけではない、うん、だの信義さんかあの信時さんが京都に ったらしいことも分かるあの葬儀の画像をもらってますから、まあ、これもあ持ってきたかもしれませんけどね八戸南部市もそうですが、まあ、割合意外と京都に行くんですね彼ら何をしに行くんですかご挨拶ですかご挨拶お土産を持って持って,持って基本的に馬と砂金を持っていくようですいやこの砂金が東北のものなのか それともあの北海道のもんなのかいうて、これもレーダー光線で調べてるんですけども、今のところうまくいってなくてですね、あの、わからないというか、はっきり北海道のもんと言える、むしろ東北のもんじゃないかというのが現,現状で、中村和幸先生が一回研究代表者で、朝鮮的法画的研究で、一回平泉佐紀をやって、で、今回、あの瀬川拓郎先生がやってありますね。 北北海道と東でで金が違うんですか分かんないです。<laughs> その辺は成分分析でちょっと違うんかなとか、私はよく分かんないです。あの掘れる鉱山って全然違う山であ。鉱山とか山だよね。ああ全然違うから、しかも細かく全部違ってくるから、否定はすごく難しいと思いますよ。うん、すごいや まあ、法話的野望研究ですよね。<laughs> それから。なんていうのかな、あの。京都の先生方が。教務者説。はい。中に唱えるし。まあ、東日本の人は在地説を唱えるけど。な、ま、も、あ、矛盾はしないんですよね。うん。私だって、あの、地方で。会社経営して。親父が休止したんで。 陰性の頃会社経営してましたけど、それはもう東京にはしょっちゅう商売でも行くわけですよ。うん、東京に本拠地持ちながらも、会社のことで全国飛び回るわけですよ。それと一緒ですよね。で、ヤンキーなのか、文人なのかって。 もあれっね、っ一生懸命最近言い始めてるけど、うん、両方あったって普通なんですよ。普通やと思います。え私でも一見文人に見えるけど、地元では見解で有名でしたから。<laughs> 本当その通りで、あの別に、教務者と第一話って、別にそれ両方と思ってるんだろうし。だから、三戸南部さんも当然行く,行くわけですよね。うん 行って情報を集めなきゃしょうがないわけで、ね、うん、いろんなことで根回しなきゃしょうがない商売商売ですからね。うんな。なんでさっきああいう分断した議論が増えてるんでしょうね。なんでしょうね。売れるからでしょうかね。うん、まあ、売れやすいのと、やっぱり京都に引きつ,京都に京都に引きつけたいんでしょうね。<laughs> でしょうね。うん。うん、南部なんかあのほとんど京都と関係ないという意外とまあ京都にも、まあ、多分雑誌なんか持ってあるしね、南部なんて。 そううでしょうね、うん、あの安藤氏も、あのー安藤、安藤はもうおもろに、小浜にしっかり代官いますからね、あれ、うん。そんな感じでしょうね、おそらくね。うん、それも、あの、檜山安藤の方は、北の方を向いてるとにあの、えー、黒島さんいたもいや、しっかり小浜に代官置いてまんがだと。難しいところで。まあ、現在の 地方の土建鉄鋼系の経営者が考えりゃ分かりやすいんです、ね、関東に行くのか鎌倉に行くのか京都に行くのかとあれか二股、まあ、かけたりね、うん、あと社長は文化人でありながら腕力ないと舐められますから、ねうん、<laughs> うちの親父も喧嘩強かったから <laughs> まあこんな東北の辺境って言われるところでもちゃんと最近の学説を まさに使用すするるよような動きしてるわけですよね、うん、武士ってそういうもんだって定義でしょ最初から流通の拠点を押さえてそうそうそう素敵な場にもいつでも行けるようにしてるのが在地なんだっていうのは、うんうん、まさに南部もそうですよねま,なんまさに南部もそうですよねうん面白いですね <laughs> ありがとうございますとても面白い三の平南部の本拠ってその 三とというところにあるんですかそうですすかそうここってそんなに便利なとこなんですか、まあ、奥の大,大道と言われるあの街道のこういうふうに続いている街道の,あのこの平津は結局そのあれですよね道の道筋ですからねから太平洋側を陸運の拠点なんですねでこういうふうに出ていくのはこの辺の拠点を押さえたいからですねで八戸っというのはやっぱり海運でもあるし 八戸はやっぱりものすごい恵まれてるんですね。うん。もんはこの三戸さんで、あのだからこういうふうに来たんですね。うん。こういうふうに。今は大きい町ないですよね、三戸の辺って。ないですね。八戸さんはこことここを押さえちゃったんで、実は結構大きいんですね、室町時代には。うん。で、逆にあの三戸さんはここからあのこちら方面にこう行ってますね。こういうふうに。 やっぱりこういうところを冴えていくと日本海交易もつながるんでこれは京都にもつながりやすいとそれはまあ安藤氏は邪魔ですよね <laughs> あのそれまで室町で前半はむしろ鎌倉としてないでたんであのこちら方面にあれやったんですけども京都つながろうと思ったらこっちじゃなくてこっちですからねやっぱりこの日本海にどうやって出るルートをどうやって稼ぐのかという この大ウラ大工事、旅行これでも三三の平南部氏のあの勢力下です。そうすると土佐三納豆取らなあかんことになるんですか。そうそうそう。だからまあこれから考えても津軽を抑えあの攻めたのは三三戸平であのここの下北を攻めたのは八戸平っていうのは分かりやすいですね。もう一つはあのやっぱりここの土佐三納豆がものすごい注目が浴びているし私もここの土佐三納豆にこう目が行くんですけどもこの津軽の他にこの下北もえいろいろ考えなきゃならなこと多いなという。 なく今は恐れ山とかそういうイメージばっかりありますけどやっぱり下北も先っぽで最先端であり北海道や北方への玄関口でありますよね。で南部市永禄ぬかどぶの乱つながって意外と南部春松さん苦労してはると言わないです。まず北のチカ南吉則と南部春松の戦いです。 地図関係はそこうなんですね。三戸南部と、それからその北辺りにあるこの南、それから北、北にあるのに南とはこれ以下にですが、この争いがあって、で、春政から八戸正義宛に文書で援軍要請を助けてくれという話を、この春政が八戸正秀に出してます。で、さらに春政は、この八戸正義に対して、この七戸市ともあやって、 ここ一斉にこの北と南を潰さねえかという話をしてます。でこれは結局春政だけでは戦いが収まらなかったと北のブチカと南部春政の争いに関しては春政だけでこの北のブチカを抑え込むことはできないで初の兵士の熱意にも問題があってやる気があったんかなという感じですね。 南正にくっついて東正勝から八戸正義宛の文書ですけども四戸氏の参戦を依頼してます。これ見たらまずこの四戸八戸四戸をこうこのグリーンこのグリーンの連中を仲間に入れることでこのブルーの北南連合軍をピンクの部隊がこう包囲する形にを作ろうという構想があったんじゃないかというふうに言われてます。 これは、あの、四戸、七戸、八戸に対して、奉、ま、公、あのお願いと謝礼の書状があって、これは南部春政の同時代の資料なんですね。八戸士の方に残った資料なんですが、まあ、これはまず、七戸士に対して八戸士を通じた要請になっていると、えー、いうこと。 でこの奉公のお願い、あの救援要請というか援軍要請を出しているということで、えー、三戸南部市が領主権が弱いと、要するに単独でこの北という一問集通いか、そういったものを抑えきることはできない、南部春正、えー、三日月の丸,部な,丸部なるまで南部療養というふうに言われた南部春正の内実というのは、結構その辺が、えー、実は意外と脆弱なものだったかもしれないと。 でその背景としては、この辺の領主が独自の領主権を持っており、三戸南部が他の七戸のとか七戸、八戸、あるいは北、南、こういったやつらに対して完全に大名、戦国大名の的な権力を震えたのかどうかというのは、あれで、まあ、どっちかいうたら、南部市、実は道族連合体の色彩が強く、中央集権型というよりは、こうう道賊連合体。 まあだから例えばあの大内氏は結局それを克服書としてカウンター食らって滅びるのが大名治の辺ですよねあれ結局これでうまくいかずに完全に祭り上げられちゃったのが六角氏であの逆に比較的うまく成功したのが例えば武田氏であるとか数関連の南部氏はどっちかやったらその辺がうまくいかなかったという感じのあれで八戸市はこの頃衰退していくと。が 南部八戸正義のジップである新井田幸正が聞出しこの頃まだ実は八戸正義ってまだえ小,小さいんですよこれ5歳ぐらいじゃないかなその後にも四戸、えー、氏が八戸氏の、えー、本家地2条を攻撃していたりして、まあ、いずれにせよこれは成功はしないんですが八戸氏の当主が短命でありこの正義も5歳で養子しているなど、えー、八戸氏の力が の当主がバタバタと若字にしていって不安定であり一門から養子を迎えるという状況が結局そうなると三の兵士に従わざるを得ないという形で南部春馬さんにとっては極端に独立の強い八の兵士を支配下に置いていくにはまあいいきっかけになっているんじゃないかなとただこの頃南部氏も大変であってこのあとから南部春馬さん春次ぐ バーサス、南部信長の争いが出てくるんですが、この辺は実習になりますね。で、数の軍合戦と。1六6 6年から安藤地下水が数の軍に侵攻していきます。これ、安藤地下水が港、木山、両安藤合一。これは、港市家が耐えて、で、安藤地下水が港家の娘を目取って、平和的に合併したというふうに書かれてますけども、え港市のは、 あの南部系南部家中に港さんがいて、いくつか港さんというのがいるんですけども、そこに残るか、えー、あれを見る限りでは、かなり安藤地下水が暴力的にこの港市を併合し、歯向かう人々を、えー、叩き潰しているという、そういう形になりますが、この安藤地下水が力をつけて、数の軍に侵攻していきます。カズ軍というのは、場所でいったらここですねこの、この付近であって、ここに比内軍を手に入れた安藤地下水が、 数の分にこここまで攻めてくるとでこれの背景なんですが、地下水泳は檜山城、秋田の北の檜山城におったんですけども、彼はあのどっちか言ったら、まあ、日本海攻略をされてるんですけども、岩手、青森、こちらの方にこう出て行こうとしてるわけですね。こういうふうに行こうとしてると。こういうふうに行こうとしてる。そういう動きを示しています。でその中で 安藤地下水は南部一門の大工事市、あるいは浪岡・北畠市の調略に動くんですけども、両者とも応じなかったということで、今度は直接、和野郡の阿保市、成田市、奈良市、秋元市の調略に取り掛かります。阿保市市市、えー、この頃は大大があのそれぞれぞ 阿保一郎門、成田一門、奈良一門を束ねてましたけども、こういったところを調略し配しておます。彼らはこの辺りに分布する、あれですね。で、この背景としては、もともとこの和野軍はこういう阿保、成田、こういった家々が支配してきたんですけども、南部氏が和野軍に進出してくると。これは津軽だけでなくて、こういう方向に圧力をかけていくんですね。 まあ、これは、この檜山に安藤氏が入ってきて、入っていくのは1188年で、それ以降安藤氏は自分を、かつって田沢民だとか、先ほど言った南部氏に対する圧力をう強めてそれに対する反作用として、こちら方面にこう入ってきて、で、あの、南部春馬さんの頃には、三戸城から東に立,つえ立つ子城、石亀城を築いて、で、さらに和野軍に小坂城、牡内城、石戸屋城、名護市城,城,城を、 まあこう築いて、この付近をまあ反安藤の共闘法を築いていたということになります。まあ、数の国にいた安藤勢力を駆逐し、さらに南部市の共闘法を構築して、日本海方面にへの短絡路を作って、安藤市に対する圧力を強めていると。でこういった状況に対して、1550年には安藤清水、この地下勢の親父です。安藤清水、この人も結構忙しいですよね。安藤清 えー、この1950年安藤清生は浅リのりよりを、えー、撃破しております。それによって安藤地下の親父の代でこの比内郡まで甲府に出ると。と同時にこの檜山城から北海道に渡った安藤清成はこの柿崎末広と橋田院、地古武田院との間にいわゆる、えー、遺敵昇伯、王冠の法度を作らせると。清生が亡くなった後千地下は 浅利範助を謀殺して弟の浅利勝頼を傀儡として擁立し比内軍を完全にブルーに染めてしまいますそれを受けて1六6には安藤近末浅利勝頼柿崎末廣らが和野軍にこう入ってくるとで石戸屋城とそれから名越城を攻略するというふうになりますまずこの南部の方をこう押さえていったんですね でそれに対して、達子信長、石川貴信の息子の達子信長、うちに南部市に入ります、うちに南部家を継ぎますが、達子信長はこの達子にいたんですけども、この達子信長、著書を出陣させたんですけども、長尾市城で安藤地下末に敗北し、慌てた春政は北信綱からを援軍に送ってます。で、地下末軍は長尾市城を攻撃して、長尾市城はついに陥落すると。 千五百六六十これは千1567年ですね。で、千五百六十8年には、えー、辰子信長、えー、久能平正宗が出陣し、辰子信長はこっちの方をこう攻めていきます。一方、久能平正宗は久能平城からこう、えー、攻めていきます。で、辰子信長、久能平正宗、この両者の戦いによって、のえー、信長は小坂城を攻略し、松宗長尾城を攻略して、 たつこの船を、久能山津宗の攻撃によって、まあ、安藤地下水軍はこの勝の軍から手を引いて、このラインでとりあえず安藤と南部の線引きがされるわけですね。だから、まあ、ではと、陸奥の国っいうのはなかなか難しくて、この辺、現在は秋田県ですけども、この辺は陸奥になっちゃってるということになりますね。ここでえ安藤とえ南部のラインができると。ただ、 ポイントはこの達子、石亀、こういうあたりをこう支配していった達子信ノと、それからこっからこういうふうに力を広げていき、特に数の軍方面に大きな力を築いていったこの久ノ江正サ、ね、この信ブと、それからマサこの両者の主導権争いが実は激しくなっていって、この争いが後にこの南部系を揺るがす大きな戦いなり、で、それが えー、欧州潮期にも大きな影響を与えていくと。で、この欧州潮期の結果、の辺松では秀吉によって保護されて、まあ、信長が南部家を統一するんですが、まあ、なかなか南部家というのは、そういう意味では、なかなか実はこう統一ができない、そういう家であったようです。この辺、安藤家に比べても、なかなか春政さん、苦労してるなあという印象を私は持ちました。というわけで、えー、本日はここまでです。 久野平正宗が出陣してますけど当然南部春政も出陣するんですか南部春政自身は信長と正宗に任せてる感じですね。自分は行かない。自分はこれ,こ,れこれでは出陣してません、春政は。北信親は出てますけども。で出陣していった久野平正宗なんかが勢力を拡大していくんですか 上下関係にはまだななってない一応あの南部家家督が春政で一門という形ですけども強力な上下関係ではないいわゆる家中ではないある種独立性を保ってるそうそうでは今川とか織田みたいにはなってない、うん、今川義元ぐらいにはなってないですねそうですね 三国大名で割合イメージ的に近い言うたらあのこのくのへさんっつうのは末さんかな。お家の下の。下、うんうん、東と西で大名権力の強さという技を分けちゃったりするのってどうなのかなってと例えばと隣のお隣の安藤さんって割合安藤氏の権力が強いんですよねこれ。 南部春政と安藤地下水を比べてみると、だいぶ安藤さんの方が強そうだなと。<laughs> 南部家の方があの安藤氏よりも明らかに家全体の力としては強いから、結局この和野軍の戦いでも安藤地下水のも論目は失敗するわけですが、ただあの単純にこの家の中の大名権力という面で見たら安藤地下さんは安藤氏を、まあ、これも結局港合戦の結果でしょう。 最終的にそこで地下水の死後に港河川があって、あの完全にやれやけども、そっか、港さんなかなか難しいんかとか、ちょっと難しいですね。で、最後、この柿崎末広さんは独立したわけだしまだ1560年ごろ。だから、そんなもんです、ね。東北ではな、うん。東北ではまだ、うん、あの、 織田信長とか今川仕事みたいなタイプはまだなかなか出てきづらいかな。特にこの辺りは、宝がザクザクですから、ね、金とか馬もあれば、馬もあれば、交易圏もあるし、あの北海道と本州以南を結ぶ重要な結節点でもあるし、陸路であれ、あの海路であれ。えこれ、国衆でもないんですね、黒平さんというのは。 前とこれ国州でしょうね有力な国衆武田に対する小山田みたいなもんかなその辺の経済力が案があるいうことなんですか結構ありますよね皆さん、うん、経済力持っているから兵力もあって、うんうん、独立性を保ってるわけですねまだうんさだねさんは確かこれあの,あの安藤さんがだい5,000とか6,000の兵で達子さんが8,000の兵を率いて最後突っ込んでいくんですね 正ネさんが四千の兵をひげで,で突っ込んでいくんで、最後は物量では何分かっちゃったという感じですかね、これ。あの信長は結局まあは結局、まあ、春政の養子ですから、まあ、事実上、春政は出てこない、つまり、この信長に任せてるというのがありますが、正実さんの場合は、まあ、おそらく、春政から要請を受けたら動いてるんでしょうね、これ。 そしたら当然信長にとってはこの正田と人物は、まあ、大きなライバルとしてこの関係バチバチになってここがバチバチになっていくと。で来週は南部春政この南部春政とこの、えー、南部信長この辺りがこの2人が目になってさら、うんうん、にこの久野平恒さん、まあ、この3人の三つどもえの争いというのかなどっちかやったら多分あのこうがくっついて。うんうん こういう戦いい戦でしょうねでここのところにあの北信の親がやってくるとあるいは八戸さんがやってくると、まあ、この信長と春政の泥仕合ですね奥州用期の頃でもまだ南部家は一体化してなかったんです、ね、そうですすねそう一応南部春政は1582年にあの亡くなるというふうにわれてますただ1572年10年前に死んでたんじゃねえのとか この春政の死因は病死となってるけども信長に殺されたんじゃねえのとか、まあ、いろいろな説あります。そ、うん、信長さんは春政の権力をむしろ散奪したという感じですね。でそれを支えてるのが多分北信親でありあの八戸正義であって一方多分正真は多分春政と引き継いてたのかなと今のところの,あの私のイメージですが。